ございます。ちょっと体がむくんでるんかな、体重が落ちませんけど、まあ、引き続きねやることは変わらないんで、今日も筋トレしながら減量頑張ってきます。今日は胸トレと肩トレです。肩トレがね、ちょっと今日は新しい種目というか、新しい種目かを取り入れると思ってるんで楽しみですね。レイズ系よりプレス系の方が重量は使えるじゃないですか。今日はちょっとプレス系で肩を攻めようと思ってるんで、普段してないんでね、どんな感じで効くのがすごい楽しみです。というわけで胸トレ開始です。最初はベンチプレスです。ベンチプレスはたまにベンチを10セットやる習慣を取り入れてから、胸への効かせ方がほんまになんか変わったなっていう気がしてます。今回は100キロ6レップを3セットしてるんですけど、なんか明らかにね、胸への入り方が違う。重量は同じなんですけど、胸にしっかり入れられてる気がしてていい感じですね。逆になんかディップスが今度は下部にあまり入ってへん気がしてて、ディップスもちょっと要練習やなと思い始めてます。フライもかなりいい感じにストレッチに負荷を入れられていて、やっぱねなんか中級者っぽい感じで、俺はできるんやみたいな感じで筋トレしましたけど、やっぱりね練習すればもっともっと上手にできるっていうのが分かったんで、筋トレはやっぱり奥が深いなと思いますね。後半は肩トレです。今何やってるか分かりますか？なんかね、ショルダープレスなんですけど、すごい狭い可動範囲で上だけでねやってるんですよ。でこれ何がいいかっていうと、これ肩から肘の動きだけ見たらなんかサイドレイズとあんまり変わんないんですよね、肩の動き方が。これやったらこっちの方がサイドレイズよりも重量扱えるからこっちの方がいいっていう投稿をツイッターで見て、ほんで確かにまあそうなのかもしれんと思ってやってみたって感じです。で確かにね良かったんですよね。確かに良くて、まあ、まだまだ下手くそなんで練習したいんですけど、もうちょっとこれは続けてやってみたら肩にいい影響があるかもなとは思いました。肩はね結構メニューが固定化しないというか、固定させたいんですけど、まあ、これといったいいメニューがまだ決まってないんで、まあ三頭筋の前の方はベンチで結構固定られてるし、でまあサイドレイズは毎回取り入れてるんですけど、まあリアの方とか、なんか他におすすめのメニューがあったら、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。今日の筋トレはめっちゃ良かったですね。胸にも肩にもしっかりとなんか意識してできた気がする。半分も手そうだし。よし、じゃあ飯食って行きます。最近体重が落ちないんですけど、まあ、明日こそね落ちることを願って今日も寝ます。今日はナチュラルチョコレートです。ではおやすみなさい。友達がかなり少ないんですけど、とうとう夢でその友達からも一切連絡が入ったことになるっていう夢を見ましたね。夢でよかった。とうとう妻以外完全孤独になるんだと思いました。なんかすごいリアルな夢で、起きたら部屋がすごいなんか懐かしく感じたっていうか、あ、いつもの部屋やっていう感じになったっていうね、たまにありますよね、リアルな夢を見ること。どうせなら夢の中でも筋トレしてテストステロンを放出したいものですね。では今日は背中トレですね。前みたいに懸垂ばっかりとかじゃなくて、今回はいろんな種目をやっていきます。
背中トレは懸垂はだいぶ良くなってきたんですけど、それに加えてプルダウンとかもだいぶ背中にめっちゃ効かせられてる気はしますね。やっぱり懸垂とかで一回でもなんか背中にしっかり効かすっていう雰囲気をつかめたら、まあ、他の種目でもねだいぶ意識が変わってきていい影響があったなと思ってます。話は変わるんですけど、最近ね毎日がものすごい早く感じてて、なんか朝起きたら当然ベッドの上じゃないですか。でベッドの上で目覚ましたら、あまたこの光景みたいなあれまた起きたみたいな錯覚のうちって、この現象俺だけなんかな、また起きたみたいな、あれ、もう昨日一日終わったっけみたいな、よくわからんし光景なんで、でも寝ぼけてるだけなんですけど、なんか目が覚めたんが夢みたいに感じるんですよねあれ昨日終わった、え昨日終わって今日えみたいなまあ僕リモートワークなんでずっと部屋にいて、まあ、同じ光景ばっかり見てるからそんな感じになっちゃってる感じがしますよね。お金がもったいないんであんまりやってないんですけど、まあ僕の仕事カフェとかでもしてもいいんですよ。あんまり機密情報も扱ってないし、まあセキュリティにだけね気をつけておけばその許可はもらってるんで、まあたまにはねカフェとかどっか外出先で仕事して気分転換というか毎日の生活を変えなあかんのかなって最近思いきましてますね。最近ね体重の落ちが緩やかなんですけど、まあ、一応今回の減量開始に決めたことが、ほんまに食事を減らさんと、まあ、筋トレ前後でめっちゃ食って昼夜はそこそこにして、体重の減少はすごいゆっくりやけど筋肉を落とさんようにして減量するという方法を僕は選んだんで、まあねやっぱ体重落ちひんかったら精神的になんでやねんって言るんですけど、まあ、今お願いしてみればそういう意図があって、僕はね、今回は、まあ、しばらくは体重減少は我慢しようって、緩やかでいいやっていう気持ちで減量始めたんで、その気持ちをね、持って、心折れんようにね、頑張ろうと思ってます。まあ、確かに体重は落ちてるんですけど、筋量はほぼ落ちてないんで、重量はね、まあ、そういう意味では、ほんまにゆっくりやけど、いいペースなのかなと思ってますね。思いましたね、今日考えて。ぜひとも、飯食います。足トレの日は、まあ、足トレをね全力で頑張るためにご褒美で甘いもの食べようってルールをこの前設けたんですけど、まあ体重が落ちてないのは嫌なんですけど食べちゃおうかな今日もコンビニで甘いもん、自分の中で足トレ今日は頑張ったって思えたら、終わったらコンビニでねなんか買っちゃおうかなと思いますね。足トレを好きになる方法はね、もうスクワットをやり込んでスクワットを好きになるしかないとね思ってますね。ほんでやっぱりスクワットが上手にできればスクワットを好きになると僕は思うんで、まあこの日もね練習の意味を込めてスクワットを10セットしました。まあ後半はねもうめちゃめちゃしんどかったんですけど、まあ、頭の中でね甘いシュークリームを思い浮かべて頑張りましたね。後半は上腕三頭筋です。トライセプスエクステンションもいいんですけど、ナローベンチもね、かなり三頭筋にも入るし、重量はこっちの方が使えるんで、まあナローベンチも結構お気に入りです。多分次の動画にあると思うんですけど、明日はね、トレーニングが多くなんですよ。なんで明日はもう有酸素をね、やりまくろうと思って、まあいつも通り朝はバイクをこいで、ほんで近くに市民のプールがあるんですよ。ほんで、プールってかなりカロリー使うんで、もうね、プールで泳いだろうかなと思って。明日ね、頑張りました。なんで、ご褒美にセブンイレブンで甘いもの買おうかなって。まあご褒美に甘いもの食べて。このセブンのパンすごい美味しかったんですけど、これねカロリー450もあるんですよね。変にスイーツ食うよりよっぽど太るっていうね。まあそういうトラップは回避しながら、このバナナモコかイクリアか迷ったんですけど、イクリアできました。
まあそんな感じで美味しいもの食べながらね、次回の動画ではしっかりと動きまくってるはずなんでぜひねお楽しみお待ちください。チャンネル登録もしなかったらありましたらぜひね登録お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。